次は私たちキーカンハチジューソンの演奏をお楽しみください。初めにお聴きいただいた曲は野沢聡さん作曲のイントラーダでした。イントラーダとは予想や導入といった何かの始まりを意味する言葉です。1年の始まりにぴったりの華やかな曲でしたね。次にお送りする曲は隣のトトロメドレーです。この曲はどうしてもアンサンブルコンテストでトトロを演奏したいという方のために編曲されました。散歩、風の通り道、隣のトトロの3曲がメドレーになっていて、皆さんもよく耳にすることがあるかと思いますが、曲のあちこちに変わったアレンジが隠れていますので、こちらもぜひ見つけてみてください。Thank you.
様から向かって左側より紹介させていただきます。トランペット星隆さん、通り草thank you.
という間に次が最後の曲となりました。最後に演奏する曲は滝沢俊介さんの作曲の宝船です。恵比寿店、大黒店、毘沙門店、不老人、福禄寿、弁財天、ホテイソン、そうもたらず七福神が乗る宝物を積み込んだ宝船。お正月の夜に宝船の絵を桜の下に入れて寝るといい初夢を見ることができると言われているそうです。2022年が皆様にとって縁起のいい一年になりますように心を込めて演奏します。最後までお聴きいただき本当にありがとうございました。
お待ちしております。